はい、みなさんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画は秋のカラーを使ったブロッキングネイル、こちらを紹介していきたいと思います。はい、ではまず最初にベースのカラーを塗布していきます。今回はグレーなんですけど、比較的真っ白に近いグレーを全体に塗布していきます。こちらのカラーはマットカラーなので発色がとてもよく、あとはハケの跡もそんなに残らないジェルになってます。はい、これで硬化します。はい、でこちらは二度塗りをしていきます。はい、硬化します。続いてはこちらの白、これマットの白ですね。私よくこれはアートに、細かいアートに使うことが多いです。こちらを使います。筆はアート用のライナーブラシを使用していきます。で、この白でまずはブロッキングの枠を描いていきます。この時の線はなるべく細く、そしてなるべくまっすぐ同じ太さの線を描くように気をつけながら描いていきます。今回はひし形のような形のブロッキングネイル、こちらをしていきたいので、線を引いた、縦の線を引いた真ん中、中に今度斜めの線を引いていきます。はい、硬化します。はい、で枠が描き終えたら、今度はその枠の中を塗っていきます。で塗るときに先ほど描いた白のこの枠線は塗りつぶさないように注意しながら中の色を塗っていきます。はい、でこの時ですね、今ちょっとこのボルドーが若干線の上にかぶってはみ出してるんですが、多少はみ出しても大丈夫です。この後まだ違う色を重ねていくので、その時に修正をしていきます。
かします。はい、続いてはネイビーですね。こちらを塗っていきます。で今ここで右下の枠の中をネイビー塗ってるんですが、先ほど、ちょっとはみ出してしまったボルドーの上にそのまま重ねて塗っていってください。でネイビーも、ボルドーも色が濃いんですけど、ネイビーも色が濃いのでここで色を重ねてしまえば先ほどはみ出したところが消えるという風になってます。はい、硬化します。はい、でここでもう一度白ですね、先ほど使った白をまた使って線の上をもう一度同じところを塗っていきます。こうすることで、多少この線の上にはみ出したカラーを消して枠もはっきりして綺麗なブロッキングのデザインになります。はい、硬化します。はい、こんな感じになりました。最後はトップジェルを塗って仕上げていきます。はい、硬化します。はい、こんな感じでブロッキングネイルの完成になります。今回はこの3色を使用しましたが、もちろんカラーをチェンジしてもらっても違った雰囲気なのでとってもおすすめのデザインになっております。はい、それでは本日の動画のご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。